の間もキープしてたんですよ。あ、気づきました、ニューアイテムです。あ、カツラじゃないですよ。でもカツラにしか見えてないですよね。はい、皆さんこんにちは、ゲッツ片岡真理子でございます。温泉帰りのおじさんをミカちゃんと一緒に演出してみました。っていう感じですよね。これ今日ね、これ使うんですよ。テリヤングムカイカパウダパシモターさん、テリヤングムカイカパウダパシモターさん、みんな言い方ありますけども、あの好きなように読んでもらったらいいと思います。私がね言えない時はね、鳥3つ、アンガ、あの足ですね、ムカ顔、エーカ1個みたいな感じでね、もうテリヤングムカイカパウダパシモターナさんって読むこともあるんですが、まあほとんど呼ぶことはないと思うんですけど、たまにレッドクラスで呼ばないといけない人はですね、サンスクリット語の意味を覚えるとなんとなくつまずかなくて言えるようになると思います。ぜひそのようにして練習するのもおすすめだと思います。さあこいつですよ、こいつね、テリヤングムカイカパウダ、まずあのジャンプスルー問題ですよね。これね、これ正式にはサプタージャンプスルー、ここまでインヘルで入らないといけないですけど、このジャンプが大変でございますよね。で私はね、いろいろ研究したんでございますけども、ですね、片方を上げておく、お腹につけて片足で飛ぶっていうやり方、これね意外にいけるんですよ。でこれあのジャンプするストレート型の人にはいいんですけど、ジャンプするストレート型じゃない人にとったら、ジャンプした瞬間に足の甲をつけてこの間を抜くって練習をしとくとできるようになります。これほとんどの人に推奨しています。アウトする時も足を伸ばしたまま入るんですけど、初心者の時できなかったので、少し手を前について足浮かせてその中に片付けて、ここで蹴ってアウトするとすごいスムーズいくんですね。ちょっと初心者用のをねやってみましょう。はい、ジャンプしたら足の甲を置いてよいしょとやるとうまくいきます。これもう本当にただの要領です。クロスで抜くヒットはこうやって足をこういう風にね、外側ですね、ここを抜くために大事なのは足の甲で支えてお腹をこうやって3点で持ち上げると、これをこういう風にして、いつもちゃんとクロスで抜いてるからこういう風にできるっていうやり方もありますので、ぜひこれで悩んでいる人はトライしてみてください。あ、今日の問題ですね、多分ねこのポーズやるとこうなっちゃうっていう人がいるんですよね。外国人にとっては最難関ポーズの一つになってきますね。これあの知っててほしいことが1点です。こういう動きができる人は、これ数年前に整形の、ね、人たちの間でなったんですけど、これできる人は将来膝を痛めるリスクがあるっていう一つの、ね、テストでこのポーズを、ね、あの見たりすることもあるそうです。これですね、太ももの大腿骨がそのものがねじれている人がこれができるので、基本足がまっすぐで綺麗な人ってそれそのものができないんですよ。足がつまり綺麗な骨の人ってできないから、私も歴代指導してて、足が綺麗な子はこれちょっとやっぱりできないんですよね。O脚だったり足、あ、ちょっと曲がってるなっていう子の方が楽だから、その足が綺麗な人が無理してるの見たら、いや、もともとせっかく綺麗な骨で生まれてるんだから、それ無理しなくていいよっていうふうにお伝えして、無理させないようにしております。だからもしかしたら骨がまっすぐすぎてできないっていう人は、逆にむしろ誇りに思って無理しないでおこうって思ってください。あと結構股関節の状態が良くなくなってきても、こっちの動き結構できなくなったりするので、股関節の様子が思わしくない方はもうブロックに乗ってねやる、その無理しないっていうのを一つおすすめしたいと思います。でこれでまっすぐしましょうって言ったので、ちょっとやっぱりあの骨の形状上難しい方もいるので、ブロックに乗ってやってみるっていうのもいいと思います。私はもうこれに関しては骨があまりにもあのそれぞれの個性が結構一番出てしまうポーズの一つなので、無理しないっていうのがあります。あとは結構まあこうなってしまったり、これでも私は呪われないからいいと思うんですよ。死なないから。でもどうしてもこうしなきゃいけないし、この時に膝が痛いっていう方にお勧めしてるのはね、温泉プレイありましたね。このタオルの大きさはね、もうちょっと本当は大きい方がいいんだけど、くるくる巻いて膝の後ろにこうやって置いてやると膝の痛みマシになります。全員じゃないんだけどね、これはね、パドマ組む時もそうなんですけど、お膝痛い人はですね、膝にこう布とかちょっと丸いのを作って膝の中に放り込んで曲げてあげると、膝の圧迫を割と軽減するパターンの、ね、人もいらっしゃるから、痛い人はまあそうして無理をしないようにしてもらうっていうのも結構大事なんじゃないかなと思います。あと結構柔らかすぎてぐーにゃーってなる人多いですよね。その対策としては、これあの柔らかい人
曲げてる足割と後ろ引いちゃってやってる人多いんですよ。でお尻揃えてって言ってもやっぱりずれる人多いので、これまっすぐに見せるです。今からの話は見せ方の問題でございます。見せ方としては、膝と膝揃えたら実はお尻って引くんですよ。だから曲げている膝4センチほど前に持ってきてあげるんですよ。そうすると骨盤平行でまっすぐ体が倒れられるので、ある程度しっかりとした柔軟性がある方っていうのは、サプタージャンプするとね、チャトルダシャージャンプするかなした時に、ちょっとね膝を前に、今の自分の膝小僧より少し膝小僧を前に出しといてあげて、こうやってやるといいと思います。で重心はねちょっとこっちに寄りかかるって感じです。まあ言えば片思いで、もしかしたら相手も自分のこと好きじゃないかなって時ってたまにあると思うんですよ。安心してください、一回もなかったです。あの友達の話でいくとね、好きになった人は全員私のこと好きだったんだよねっていうね、特殊な友人が数名いてですね、そういう人たちがですね、男子を落とす時のテクニックっていうのを聞いたんですよ。見てれば好きになるって言ってました。一生やってこないテクニックなんだけど、その中でもう一個アプローチするんだったら、片思いの人がここにいて、もしかしたら、まあ、月9ドラマだと思ったよね。だいたい相手も好きっていう設定でヒロインと主人公とね、こうね、なんか並んでらっしゃるじゃないですか。その時にちょっと花火なんか夏見ながら、ちょっとこうあの彼の方にほんのり控えめにちょっと体を寄せてるっていう感じで、こういう風にするとですね、いいです。つまりこの曲げてらっしゃる足がですね、片思いの彼だと思って、でもずずしく乗っちゃダメなんですよ。ほんのりちょっと気持ちだけキュッてこう乗ってみて、あ、僕のこと好きかもと思わせて、友達曰く自分からは好きって言わないの、面白くないからって言ってました。最後はね、相手にね好きって言わせることがゲームのね最終のゴールなんだそうです。ちょっと私には一生理解できない恋愛テクニックなんですけど、ティリアン・グムカ、エイカ・パード・パシモト・アサノに求められるのは、月9のヒロインの好きってあえて言わないけど匂わせ恋愛のテクニックと一緒ではないでしょうか。残念ながらそういう声を知った覚えはないんですけど、タオルの使い方ですか、この後の片思いについていい思いしてなかった人も、このお膝に当てるタオルでこの話を聞きながら泣くということもできますので、ぜひあのタオル1枚などご用意していただいて、自分の恋愛などもこのポーズを通じて振り返っていただいて、恋愛の苦い思い出を想像しながらこのポーズをしたら、このポーズに何だろう、愛着湧いていいんじゃないでしょうか。つまらない話が長引きましたので、そろそろうちのミカと帰っていきたいと思います。皆さんもももの後ろ鍛えるにはやはりこれで膝小僧をしっかり揃えた状態で、足も挟んだ状態でやってれば、もしかしたら筋力でできる日もやってくるかもしれませんよ。それでは See you!